どうもこんにちは、ジルワークスです、えー。今回はメンテナンス。ハイエスのメンテナンスをしていこうと思います。で、えー、フィルター類の交換ですね。今回買えるのは、えー、エアクリフィルターとエアコンフィルターとオイルフィルター。この3つを変えていこうと思います。エアクリーナーなんですけど、現、えー、部のハイパーフローフィルターっていうのを買ってみました。ちょっと高いんですけど、なんか吸入効率がいいみたいな。 やつだったんで買ってみました。<う>じゃあ純正のエアクリー外していきます。これ簡単っすね。右前のフォグの後ろあたりにエアクリーナーボックスがあります。この爪を2箇所外すだけですね。そしたらパカッと開きます。で、抜くだけです。 これが外した純正フィルターです。えー、3約3年半、7万5万0 0キロぐらい未交換で使ってました。めちゃめちゃ汚いです。変えよう変えようとは思ってたんですけど、えー、タイミングを逃して未交換のままでした。これが今回交換する玄武のハイパーフローフィルターです。純正と比べてこんな感じですね。この外枠のゴムの成果、めちゃ重いです。 で、この外枠のゴムの形状でなんか空気の流れをとのどえるみたいな感じらしいです。エアクリーナーボックスに戻して交換完了です。で、今回これ撮影のために車体上げてやってるんですけど、ただ点検とか交換だけだったらもうジャッキアップも何にもなしで普通に手突っ込んで交換できるんで、えー、結構簡単です。で、このフィルターの効果に関してはちょっと後で乗ってみようと思います。 続いて、オイルとオイルフィルター交換していきます。えー、オイル交換だけだったら、画面真ん中に見えるドレンボルト、緩めればオイル抜けるんで、アンダーカバー外さなくていいんですけど、オイルフィルターはアンダーカバー外さないと交換できないんで、外していきます。ボルト6本とかかなぐらいですで。ちなみにこれワゴン GL なんで2700のガソリンです。これディーゼルとかだと、えー、アンダーカバー外さずに交換できます。 はい、アンダーカバー外れました。これがオイルパンのドレインボルト。で、奥に見えるのがオイルフィルターです。じゃあ、ドレンボルト緩めてオイル交換していきます。で、僕のオイル管理の仕方なんですけど、えー、5000キロ機きに交換してます。3000キロとかで管理すると、いつやったっけってわかんなくなるんで、 まあ、例えばこう1万キロでオイルオイルフィルター交換。1万5千キロでオイル。で、2万キロ行ったらオイルオイルフィルターっていう、そういうふうに5千キロ置きだと分かりやすいし絶対間違えないんで、僕は5千キロ置きで管理してます。で、今回は撮影のためにオイル交換してるんで、まだ距離来てなくてオイルめちゃくちゃ綺麗です。ちょっともったいないんですけど交換してます。使用してるオイルは、えー、トヨタ純正の020のオイルです。 で、ペール缶で買うと1万円ぐらいかな。で、まあ性能もそこそこなんで、えー、ずっとこれ使ってます。高いオイルをこまめに変えれればいいんですけど、まあそれもなかなか厳しいんで、えー、価格と性能のバランスとって、まあ純正使ってます。一応全合成油なんで、まあそれなりの品質だと思います。オイル管理はやっぱきっちりやっとかないと、えー、まあエンジン内スラッジ溜まって、まあ、パッキン痛めたりとか、 するんで、と、もうその溜まったスラッジはどうしようもないんで、スラッジを溜めないように、こまめに、えー、オイル交換してます。あとは、年に1回ぐらい、ワコーズの e ークリーンプラスっていう、地漢性のフラッシング剤をオイルと一緒に入れています。これは、オイルと一緒に入れて、まあ、数千キロ走行することで、徐々に徐々に汚れを剥がしてくれるっていうフラッシング剤です。 普通のフラッシングオイルとかだと、えー、汚れを一気に剥がしすぎちゃうんで、汚れたエンジンとかだと、どっか詰まったりするんですね。なんで、この E クリーンプラスは、もうすごいゆっくりゆっくりじわじわ汚れを落としてくれるんで、そういう詰まりとかの心配が少ないっていうフラッシング剤です。これを、まあ年に一回定期的にやってます。はい。で、ドレーンパッキンを新品に交換して、周り飛び散ったオイルをパーツクリーナーで綺麗にして、 閉めていきます。このドレンボルトはね、絶対閉め忘れないように気をつけましょう。次、オイルフィルター交換していきます。で、オイルフィルター交換するときは、ここ。ここドレンなんですけど、オイルフィルターの8分の3のラチェットとかで、あそこのドレンの部分だけを緩めて、先にカップの中に溜まってるオイルを抜いてあげるんですけど、僕はめんどくさいんで、もう全部一気に外しちゃいます。 ね、カップは64のカップで回せます。で、ドレーン抜かずにフィルターを外すと、こうなります。ドバドバ溢れてきて、えー、手がオイルまみれになります。あと、熱いです。ちゃんとドレーンから抜いてれば、こんなことにはなりません。えー、三脚にオイルかかってちょっと慌てました。僕はめんどくさいんで、いつもこの方法で丸ごと外してます。 で、ある程度溢れてくるのが止まったら外してフィルターを交換していきます。古いフィルターを外します。えー、これもね、まだあんま距離来てないんで綺麗ですね。交換するフィルターは、えー、いつもドライブジョイのフィルター使ってます。これ、ドレン抜くやつも一緒に入ってます。ここを緩めて、えー、緩めたら穴があるんで、このドレンをカチッと差し込んであげると中に溜まってるオイルが出てきます。 こうやってやれば汚れずに、えー、オイルフィルター外せます。新品のオイルフィルターは、まあ、カチッと差し込むだけです。オイルフィルターのオーリングを交換していきます。オーリングを付けるときなんですけど、えー、こう引っ張ってビヨーンと伸ばしてつけないように気をつけてください。オーリングが伸びちゃいます。ちなみにこれは捨てるやつですね。 引っ張らないように、ちょっとずつくるくる下に下げていきながら、えー、装着します。あとは逆の手順で元に戻していくだけです。これも締め忘れがないように、えー、きちんと確認しましょう。で、えー、締め終わったら、僕は、えー、まあ、ジャッキで馬かけてやるときもそうなんですけど、せっかくアンダーカバー外したんで、えー、いろいろ点検します。まあ、マウントがちぎれてないかとか、 冷却水が漏れてないかとか、オイルのにじみがないかとか、まあそういう簡単なことですけど、まあせっかく下潜ったんだったら一通りさらっと見て、まあ異常がないか点検してます。アンダーカバーも戻したら、えー、今度はオイル入れていきます。いつもはね先にエンジンフードを開けてからやるんですけど、今回エアクリの流れでそのまま行ったんで開けてませんでした。 エンジンフード開けたら、えー、フィラーキャップ外していきます。で、フィラーキャップを置く位置なんですけど、僕は必ずここに置きます。なぜここに置くかっていうと、閉、えー、め忘れて、あそこにフィラーキャップが残されている状態では、えー、エンジンフードが閉まりません。もし万が一忘れてても、エンジンフードが閉まらんってなると、まあなんかおかしいなってことで、えー、フィラーキャップの閉め忘れに気づくことができるんで、僕は必ずあそこに置くようにしています。 でちなみにこの車じゃないんですけど、フィラーキャップ閉め忘れて、えー、エンジンオイルまみれにしたことがあります。それはね、まあ距離が短かったのと、運よくすぐ気づいたんで、えー、大丈夫だったんですけど、まあ大丈夫じゃないですね。オイルまみれにはなりましたけど、えー、そういうことがあって以降、もうフィラーキャップの閉め忘れ、もうこれだけはすごい気をつけてます。 新しいオイルを入れていきます。今回フィルターも交換してるんで、まあおそらく4.5ぐらいだと思うんですけど、最初少なめにとりあえず4リッター入れて、えー、レベルゲージでチェックしてみます。レベルゲージ見て OK だったんで、えー、フィルターにオイルを回すのに一回エンジンをかけます。しばらくエンジンを回した後に再度レベルゲージでチェックをします。 ちょっと少なかったんで、もう500足しました。えー、全部で4.5入りました。これでオイル交換完了です。はい、フィラーキャップをきちんと閉めてオイル交換完了です。で、せっかくエンジンフード開けてるんで、えー、いつも軽く点検してます。ベルトの張りが緩んでないかとか、えー、ひびが入ってないかとか、あとは冷却水の漏れがないかなとか、 まあ、見える範囲で、えー、軽く点検しています。点検 OK だったらエンジンフード元に戻します。えー、この車はですね、お金はあんまかかってないんですけど、とにかく手間をかけた車なんで、えー、愛着が半端じゃないです。なんで、まあ、手放したくないし、まあ、できる限り長く乗りたいんで、えー、こういう簡単な点検とか、オイル管理っていうのは、まあ、きっちりやるようにしています。 最後にエアコンフィルター。これを交換します。まあこれはめっちゃ簡単ですね。グローブボックス引っ張って外せば、えー、入れるとこ出てくるんでフィルター抜いて交換するだけです。まあこのアップ。上とか下があるんでその方向だけ気をつけて差し込んでおしまいです。はい、全部の交換終わりました。で、今現部のエアクリーナーがどうかなと思って近くを走ってみたんですけど、えー、結構変わりました。アクセル踏んで まあ加速が良くなったっていうかまあフィーリング何とも感覚で説明しづらいんですけどまあなんか加速感良くなったなって感じですねまあもともとがずっと交換しなくてかなり汚かったんでよりその効果が体感できたのかもしれないですけどすごいフィーリングは良くなりましたで吸気音に関してはうーん変わんないと思います全然変化は感じられないです でエアコンフィルターはね、特に体感はできないんですけど結構こまめに変えてるんでで、オイルオイルフィルターの管理はもうきっちりやってますこの車ね、まだまだ長く乗りたいんでまあね、こんだけ自分で中も外もいろいろやると愛着半端じゃないんでまだまだ乗っていきたいんで、えー、オイルの管理はしっかりしていますはい、今回は以上になります で、次回は足回りの部品また買ったんで、それをつけていこうと思います。前回ね、ちょっと足回りロアームの動きとかカメラで撮ったんですけど、まあ、その時ちょっと気になることがあったんで、えー、もう少し乗り心地改善できるかなと思って新しいパーツ買ったんで、それつけていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。で 釣りの快活フィッシングのチャンネルもやってるんでよかったらご覧ください。ありがとうございました。